どうもジロです。今回はバッグの中身紹介をやっていくんですけども、こちらですね、大学生のバッグの中身。言うてね、少ないと思います。全くね、授業と関係ないものばっかり入ってる気がします。まあ一参考になるかな、なんないかな、わかんないですけど、まあとにかく紹介していこうと思います。では僕のバッグはとにかくこれですね。とりあえずこれ、はい、これ黒なんですよね。無難ですからね、黒は。結構まあ目立たない、目立つ、よくわからない、はい。ということで最初はちっちゃいポケット、こちら骨伝導イヤホンっていうね、これは自転車でこうやってつけるんですよ、こうやってね。そうで、ここでスイッチあってポチってやると音楽が流れたり、まあ、iPhone と接続するんですけど Bluetooth とかで。次、お財布。これはまあね、今は仕方ないんですよ、その歯医者通っているんで使ってるんですけど、普段は持ち歩かないです。スイカがあるので、スイカでピッてね、学食とかも買い物とかも普段やっちゃうので、いつもなら持ち歩かないかな、財布は。はい、次はこちら、モバイルバッテリー。これは絶対必須ですよね、皆さん。大学生になったら絶対モバイルバッテリーは必須になると思うので、マジでスマホを使いますから、授業中もそうですし、まあ授業中良くないかもしれないですけど、空き時間とかもめちゃくちゃスマホ充電なくなるので、あとコンセントとかもね、学校にあったりするので充電できます。これはね、一応このまま充電もできますし、これモバイルバッテリーとしても使えますね。リップリップ、まあ、乾燥しがちですから今の時期。筆箱、まあ後で筆箱の中身紹介とかもやっていこうかな。これ結構僕は気に入っている筆箱の中身とかも、外のこれとかも気に入っている筆箱でございます。で、ワックス、ギャツビー、あんまり使わないですけど、まあ、一応持っていくだけでね、なんかいざという時に使えるんで、ね、ちっちゃいポケットはこれぐらいでございます。次、こちらペットボトルこんな紹介しなくていいよな。ペットボトル軽くてね、めちゃくちゃいいんすよ。で、僕普段飲み物なんか水になってるんですよね。お茶とか作るのめんどいし、まあ、買う時もあるんですけど、他に。ただなんか水って結構、まあ、僕だけだと思うんですけど、例えば朝忙しくて、朝時間がなくて学校に急いで行って、まあ、髪ボサボサの時、そんな時に、まあ、ペットボトル水をちょっと手に濡らして整えたりとかこれ惹かれますよね、とかやったりしたりしなかったりなんだり。はい、こちらワンピース。これ暇な時に僕ちょっとワンピースいろいろ読み返したいので、1冊2冊入れてますね、必ず。で、こちら、まあこれはクリアファイルですね。僕気に入ってるのはこれなんですよ、蓋があるやつね。蓋がないやつあるじゃないですか、あれだとちょっと大きい紙だとなんか端っこがボロボロになったりとかあるじゃないですか。これだとこうね、そう、こう入れてもう蓋パシってするだけだから、なんかね、結構綺麗に折れたりとかなかなかしないんですよね。僕は結構気に入ってます。安かったです、購買で買いました。で、次 iPad、 これは学校から支給されたものです。これで出席とか取ったりしてますね、うん、これ結構とかもう毎日持ち歩く必要があります。で、これノート、これは学校で一つ授業でね使ってるのでノートあるんですけど、普段は使わないです。僕の学科にもよるんですけど、僕の学科ではその、まあ、ノートは取らないですけど、代わりにプリントとか結構配られたり、あとこの iPad を使って何か作業したりっていうのが多いですね。普段はノート書いたりしないですね、まあ、書いてる人も別に普通にいますけど、これは物質科学っていう、まあ、テーマっていう、またね別の授業があるんですよ、一般教養みたいなノートでございます。そしてペンがなぜか入ってました。まあ、筆箱ね、忘れる時とかちょくちょくあるじゃないですか。そんな時に一本ね入れとくだけで結構役立つというか助かるんですよ、これ。とまあこれだけなんですよね。僕はとにかく物を軽くっていうか、バッグを軽くしたいんですよ。だからまあでもこれでも持ち歩いてる方なのかな、他の方は分からないですけど、僕は普段これだけですね。これさえあれば十分って感じですね、僕の学科は。まあ、どうなんだろう、他の方は分かんないですけど、まあ、実際はこんな感じかなと思いました。まあ、この動画がどんな役に立つのか分かんないですけども、まあ、なんかね、大学生のなんかリアルというか日常を、せっかくならね、今のガチのあのバッグですから、ガチの学校通ってるバッグなので、その中身をとりあえず紹介してみましたという動画でございました。まあ、何か他にリクエストがあったらね、ぜひコメント欄に書いてください。それではちょっと散らかってしまったんですけど、今回の動画は以上です。またね。